今日は湯布院特集ということで、まず1店舗目、湯の坪街道沿いにあるお店をご紹介します。私実は大学生以来の湯布院なのでワクワクしております。もう見てください、お客さんで賑わってますよね。そんな湯の坪街道沿いにあるお店、こちらカレン湯布院です。ここではスイーツ食べれるんですよ。果物を使っているそうですよ。入ってみましょう。店内甘い香りで包まれてますね。ありがとうございます。果物をメインにした商品をたくさんご提供できるようにしております。私がもともと果物が大好きでして、県内の美味しい果物とかですね、九州産の美味しい果物をご提供できるように心がけてます。そして一押しの商品があると聞いて来たんですけども、はいはい、ズバリクロッフルですね、はい、今こちらにクロッフルも提供してるんですけど、そちらにシャインマスカットを乗せてお出しして、はい、こちらが人気になってます。お、はい、クロッフルってどんなものなんですか？はい、クロッフルはクロワッサンをワッフルの型で焼いたものになるんですけども、表面がサクサクっとしててですね、中からバターの香りがしてとても美味しい、はい。基本はテイクアウトで楽しめるお店なんですけども、今回店内で特別にじゃーん、季節の果物のクロッフル用意していただきました。クリームたっぷり、そして今が旬の、はい、シャインマスカットを使っております。いただきます。新食感ですね。そうですね、サクサクとしてお砂糖をまぶして焼いてますので、そこがカリカリとしてですね、ちょっとキャラメルみたいなお味もするかと思います。はい、ちょっとザクザクサクサクな感じで、はいはい、中はもっちりしてるんですよ。あ、そうなんです、はい、そこにこのたっぷりな生クリームにまた果物の酸味が、そうですね、はい、うん、果物を気軽にこう食べ歩きできるような形がないかなっていろいろ考えまして、ワッフルもこちら棒に刺して食べ歩きできるようにして、その上に果物を乗せたらいいかなと思いまして、はい、乗っているフルーツは季節によって変わります。シャインマスカットは今月中までで、来月はモンブランを使ったクロッフルを考えているそうですよ。そしてこの夏おすすめのひんやりドリンク、カボスハチミツサイダーです。しっかりとカボスの風味も効いていて、ハチミツの優しい甘さが後から追いかけてくるように、はい、甘すぎないように調合してまして、カボスの香りが引き立つように作ってます。もうこれはカボスを本当に絞っただけの、はい、とハチミツ合わせたドリンクになってますね。素材の味が生かされた、はい、ジュースですね。はい、ありがとうございます。果物はやはり季節それぞれ美味しい果物がありますので、そういったものをたくさんご提供できるようにしていきたいと思ってます。